ウォードの箱。ウォードの箱は、ナサニエル・バグショー・ウォードが1829年頃に、イギリスの首都ロンドンで発明したガラス機。発明は、ウォードの偶然の発見によるものであった。ウォードの箱は主に植物の運搬に使用され、近代における先駆的な植物栽培用の容器となった。医師であったウォードは、植物学にも熱烈な興味があった。 彼が個人的に収集した植物標本は実に2万5000個を数えた。しかし彼の庭園があるロンドンのウェルクローズスクエアに生息していたシダ植物は石炭を燃やした梅園とそこから生じた硫酸ミストがひどく蔓延していたロンドンの大気汚染で完全に侵されてしまっていた。ところが外にある潮レタシダに比べウォードがガなどの眉を保管していたボトルの中では シダの胞子が少量の肥料で発芽し成長することを発見した。その後彼は大工にちょうどぴったりの木製ガラス容器を組み立ててもらい、その中でもシダが成長することを探り当てたのである。ォードは自身の実験を公表し、1842年に発行したオンザ・グロース・オブ・プランツ・イン・クロース・リー・グレイズド・ケーシーズの中でその後の研究を綴っている。 様々な種類のウォードの箱、近代的なデザインは流行となった。それまでイギリスの植物学者や苗木職人は16世紀末以来新たな種の植物を求めて世界中を探し回っていたが植物そのものを採集すると枯れてしまうため種や休憩、または乾燥させた根茎屋根の部分を集めて移動しなければならなかった。しかし新しく発明された ボードの箱は発芽して間もない若い植物を船の甲板に設置して日光を当てることが可能でさらに容器内の濃縮した湿気が植物の水分を保つ上に海水のしぶきから守ることができるものであったこのガラス容器の検証が最初に行われたのは1833年7月のことだったこの実験でボードは特別に組み立てられた2つのガラス容器に イギリスのシダや芝生を敷き詰め、オーストラリアのシドニーまで数ヶ月間にわたって、船で輸送する航海を決行したが、目的地に到達しても、容器の中の植物はまだ好ましい状態であった。また帰還する際に、興味深い数種のオーストラリアの植物を持ち帰ったが、それらはそれより以前に行われた航海で決して、生き延びることのなかった種類の植物であった。 その後南アメリカのホーン岬付近で荒れた航海を経験するも植物は申し分ない形状のまま目的地まで到着した。ウォードがよく分通していた人物の一人に後に旧ガーデンの管理者を務めることとなるウィリアム・ジャクソン・フッカーがいた。その息子、ジョセフ・ダルトン・フッカーは1841年南極地方を就航した HMS エボスによる的な航海中に ニュージーランドからイギリスまで生きた植物を輸送するため、ウードの箱を使用した最初の植物探検家である。ウードの箱は西ヨーロッパやアメリカ合衆国において当時流行していた客間の目玉商品となった。ビクトリア時代の都市の汚染された大気化でシダやランを育てるのが流行したのは、この新しく発明されたウードの箱の機動力のおかげでもある。さらに重要なことには、 ウォードの箱は商業的価値のある植物の移動性に革命を引き起こしていたのである。スコットランドの植物学者ロバート・フォーチュンはインド東北部のアッサム州で茶の大農場を開くために中国の上海から密輸した2万本の茶の木をウォードの箱に詰め当時のイギリス統治下にあったインドへ船で輸送した。またブラジルから 温密裏に採取したパラゴムの木の種子は急にあった温室で発芽させた後、その苗木をウォードの箱に入れ、ゴム農園を始めるために、スリランカの正論島や当時は、新しいイギリスの領土であったマレーシアへ輸送することに成功した。このように、ウォードの箱は大きな影響力を持つ農産品の生産において、地理上の独占の打破を直接招くものとなってしまった。 またウォードは加盟していたロンドン薬首相協会の中でも活動的な人物で1854年には主治となった。つい最近まで協会はイギリスでも2番目に古い植物園であるロンドンのチェルシーフィジックガーデンを運営していた団体である。ウォードはそれぞれリンネ協会と王立協会の会員エディンバラ植物協会と 王立顕微鏡協会の創立メンバーの一人である。以下は翻訳元の出典項目である。ありがとうございます。